コサンケイは長口器目口器科コシアカキ属に分類される鳥類。ベトナムチューブ全長オス五十八から六十五センチメートル、メス四十七センチメートル。翼長オス二十二から二十四センチメートル、メス二十一から二十二センチメートル。体重オス千百十五グラム、メス千五百五十グラム。顔には羽毛がなく、赤い皮膚が露出する。卵は。 長径4 5センチメートル、短径3 6センチメートル。オスは、頸部から背、腰、下胸、腹部が、緑や青、紫などの光沢がある黒。頭頂には、白い羽毛が、やや慎重する。初列風切りや、自列風切りは黒く、三列風切りの先端は、光沢のある、青緑色。顔の螺湿部がより大型。交際は、石葛色。 くちばしの色彩は緑がかった白で、甲子の色彩は赤い。メスは全身が褐色。関羽がない。おはや翼は青みがかる。顔のラシ部がより小型。光彩は褐色。くちばしの色彩は高褐色で、甲子の色彩は短色色。中央葉が白い個体が別種、アンランコ酸 KL ハトンハンシスとされていたこともある。標高600メートル以下にある。 ヤブちの多い湿潤林に生息する。繁殖様式は卵生。5から6個の卵を産む。放卵期間は24から25日。農地開発や森林伐採、ベトナム戦争での除草剤の散布による生息地の破壊などにより生息数は激減し、狩猟による生息数の減少も懸念されている。二千十八年の時点で二千年以降は確実な記録がなく、 2000年代に、すでに野生下では絶滅してしまった可能性もある。1975年のワシントン条約発行時から、ワシントン条約付属書愛に掲載されている。ありがとうございます。